資料の中には去る3月26日に開催いたしました沼津街祭いたしました沼津街中ウォッチングで使用した地図は資料として入っていると思います。これから1年後ぐらいまでにはできるだけ まず第1号議案、平成28年度事業報告及び収支決算承認についてを議案といたします。各会長の方から、このことをやって、 4月11日、天野事務局係において。 第2号議案は平成